出た井岡と勝った二重です。負けてますから、はい、今回ポイントに挙げられたのがジャブの差し合い。ジャブ2つ右アッパーはガードした井岡です。じっくりそうですか、手数も少ないです。この休み先にジャブ、ニューテスの特徴です。ジャブ4グローブでガードしたようなワンツーはバックしてない。まあ、前回はね、マカオの時もアッパー結構もらった。紫のトランスさせませんね。ニューテスは40歳という体格出ましたね。これですよ。メガウマンなりしないと。どうですか、ヨガのこの位置を蹴るのは近い距離になりました。アッパーからのフック、マカオの時鉄壁の技術というのは2人ともに合わせるのを本当に嫌がってました。ただ右のリターンから右のフック、出づらくなるのでは。はい、まあ得意なんで。そうですね、高く手を上げた井岡です。はい、福山さんはここまで一瞬の油断も一発すると思います。ジャブ、ジャブですね。カウンターを狙っていくということ、しっかりとストマックを狙えという右ストレート放送の時と同じ、あの時のジャブ8対110、流れが大きく変わるわけですね。フックはパスだね。もっと奇跡どういう右と思いますね。なるほど、とかに対してナイスと言って左フック当たって動かないべきか、攻めるその反省というの、はい、本作でウォンジョンカンもそして研究もですから、内山さんやはり先手で攻める。ワンツー構成に来てますと思うんですね。12ラウンドを見据えて18年間負けない戦い方中、サラストレーナーはベリー小さな小さな動きで磨き上げてきました。セコンドからは大丈夫なってきたニエテス、ただそういう時にニエテス、ニエテスももらい方の上からも打ち方がすごく印象いいの。井岡が 1.9 キロくらい。ニエテスはどう、はい、今のランドで自分からちょっと手を出していけない。それに対してニエテスは何もリアクションを取っていない。内藤さん、ニエテス井岡陣営ですかね。もう一度ジャブというのは打ち合わせ、ジャブついて中ジャブついて中間距離は井岡が手出ます。ニエテスとの距離はどう、払拭するがすごく優れてますね。ニエテスにとってね、はい、あ、いいです。アッパーを突き上げるシーン、取らないですね。アッパー蹴りましたね。あ、そうですか、大丈夫なんだ。行くと伊藤さん、はい、今日ニエテスですはリングを回ります。ここからある意味ではそうしれません。キャリアの長さになってます。スーパーフライで慣れてきた。ですからライトフライ級、まだこのスーパーフライ、ね、フェザー級です。これは内山さん、攻撃に変化をかけようと思ってるのか、なると思ってると思います。そうかもしれないですね。内藤さんおっしゃって一応しておこの JM はもうポイント取られてる。やはり度胸がないといけないんで、左に渡すと左の目は右の目の切れ、かなり左目の上から出血。伊藤さん、はい、もっと早くと言っています。2センチ、ちょっとステージを追っているニエテス。コンビネーションを見せた井岡です。ここも追い込む、プレッシャーが、呼吸も苦しそう。自分のペースでよくはなかったですけどね。でかいパンチをさ、はい、まあ、横に陣営ですかね。グローブで右ですが、右です。まさか来た、最後まで12本。ダウンタウンは10時10分、家族の目の前で